船が大塚国際美術館経由になります。日帰りだと滞在時間は約6時間。アートの旅に出かけよう。ウェブ限定でお得なセット券も販売中。詳しくは検索。が認められないのは憲法に違反しているとして、同性カップルらが国に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は違憲状態との判断を示しました。同性カップルらは同性同士の結婚が認められないのは憲法に違反しているとして国に損害賠償を求めています。東京地裁は今日の判決で法整備がされていない現状について、自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を剥奪するものとして違憲状態であるとの判断を示した一方、訴えについては退けました。同性婚をめぐっては全国5つの裁判所で裁判が起こされていて、大阪地裁を除き違憲もしくは違憲状態との判断が示されています。同性同士の結婚が認められない法制度は憲法に違反するとして、北海道の3組の同性カップルが国に損害賠償を求めているものです。一審の札幌地裁は2021年3月訴えを棄却した上で、同性婚を認めないのは不合理な差別として憲法14条の法の下の平等に反するという違憲判決を出しました。今日の控訴審判決で札幌高裁は憲法14条について一審の違憲判断を支持、憲法24条については同性同士でも婚姻の自由は異性間と同様同程度に保障すべきだとして新たに違憲と判断しました。国の損害賠償については認めず、原告の控訴は棄却しました。同性婚をめぐる裁判で高等裁判所の判断が示されたのは今回が初めてです。